湯田温泉郷は、岩手県我が郡西和賀町の主に旧、湯田町内に点在している温泉の総称である。我が川沿いの峡谷に温泉が点在していることから、温泉郷ではなく、温泉郷を名乗っている。温泉郷を名乗る温泉地は、他にも花巻温泉郷南部の南花巻温泉郷がある。湯本温泉の開け湯は1658年である。その後、 明治時代に入ってから、鉱山開発が行われるとともに次々と、新たな温泉が発見され、温泉郷を形成していった。岩手湯本温泉とも言われる。温泉郷の中心地であり、最も栄えている。1658年開湯。九丁名である湯田の由来となっている。田の中から湯が湧くところというのは、湯本温泉を指している。その場所は、 牛の湯と呼ばれ、牛が田んぼの中にしゃがみ込んだところ温泉が湧き出てきたことに由来する。1893年、正岡四季が訪れ臭くしたことも有名である。地域的通称を四季街道ともいう国道107号から岩手県道1号も利オカ横手線を北上したところに位置する。海江3年の湯元温泉絵図が湯元博物館に展示されている。 写しが湯本の中央食堂に飾られている。日本各地に存在する湯本温泉とともに湯本湯煙5名湯という宿泊スタンプラリーを定期的に開催している。温泉地内近隣の温泉地とのスタンプラリーは多いが日本全国を対象としたスタンプラリーの実施例は少ない。参加した温泉地国道107号から 岩手県道215号湯川温泉線を南下した終点にある。海内の南側の中心地的温泉であり、湯本温泉に次ぐ規模である。古くから杜地場であった。現在もメインは杜地場でありその雰囲気を残す。国道107号沿いで秋田県境にある温泉郷の西の玄関港。湯田高原駅に近い。 湯本温泉に向かう途中に存在する一軒宿。我が川沿いにあり、対岸の岩山、おろせ荘を望むことができる。国道107号から、湯田中学校の脇を通る町道を進んだ間、昨日に、ある一軒宿。かつて薬師如来が住んでいたという伝説に由来する。おろせ荘資金に立っている、滋賀雷山麓、滋賀雷スキー場内にある、沢内バーデンの一軒宿。 沢内銀河高原ホテルの一軒宿。地ビールブランド、銀河高原ビールの醸造工場がある。川尻、月沢、金州湖、峠山の日帰り入浴温泉施設は、町が出資する、第三セクターの株式会社に和賀産業公社が、設置運営している。川尻温泉ホット湯田ホット湯田駅に惹かれている、駅中温泉、ホット湯田。 列車到着時間まであと何分かを知らせる、鉄道の信号機を模した時刻案内機が浴室内に設置されている。月抜沢温泉湯本温泉の北側に位置する砂湯っ子。施設の名前は、町内で算出される天然傾斜を用いた砂蒸し風呂を設置していることに由来。金州港温泉湯田金州湖駅に近く温泉橋の東の玄関口に位置した。 穴ゆっこがある。温泉名は、資金のダム湖である金州湖。施設名は、鉱山の坑道をイメージした、洞窟風呂を設置していることに由来する。岩手県道133号湯田金州湖、停車場線の起点手前の交差点を、左折。峠山温泉峠,峠山パークランドオアシス館の、外観秋田自動車道金州湖サービスエリア内の、 峠山パークランドアシス館内の施設。国道107号からも利用できる。建物の老朽化により2019年4月8日より休止中。左総温泉岩手県道1号森岡、横手線から岩手県道12号花巻大局線を女神山に向かって先進し、長峰牧場、長峰公園キャンプ場手前、調律の研修施設。 ふれあい優勢館内にある施設。マヒル温泉地元民向けの公衆温泉浴場。名前は施設の北西にそびえる、マヒル岳にちなんだ。三立温泉三立温泉林道夏油湯田線の奥にある、の湯。林道より、登山道徒歩10分。かつては、鉱山労働者のための保養所があったが、現在では、湯船のみが残っている。 現在、同名の地元民向けの公衆温泉浴場が設置されている。峠山パークランドオアシスカン株式会社西和が産業公社2019年9月30日閲覧。ありがとうございます。